はいみな、えー、さんこんにちは、えー、歴戦に講師の岩崎信夫です、えー、ミニ講義としまして初、えー、学者から試験直前期まで異なるべきノートの取り方と利用法という話をしようと思いますノートの取り方としてこういうノートをこんな風に作るといいよとか一般的に述べても何の意味もないんですね まあ時期時期によって作るノートも変わってきますしねそれからまあ同じ初学者でも基本書でやっていきたいんだやっていくんだという初学者とまあレックの入門講座のようなインプットそういったものでやっていくんだやっていきたいんだという初学者とで違ってくるわけでねだからまあノートの取り方というようなまあ一般的な表題ではなくですね タイトルですが初学者から試験直前期まで異なるべきノートの取り方と利用法そういった話をしたいと思いますまず最初の塊としまして受講者と非受講者にとってノートの意義は違うということでありますねここで受講者とか非受講者と分けたわけでありますけれどもはい、最初の一行目ですね まあこれを見てていただきましてね、まあ、レックの入門講座等をインプット受講者これをまあタイトルで受講者と呼んでるんだというふうに思ってください,、はい。インプット受講者にとってはですね講義内容を書き留めて整理する等は普通ノートは普通無駄なんですね。 でよく書いてると記憶にとどまるとかねそういうことを言う人いるんですけれども暗記のためならば広告紙とかですねコピー済みの不要紙のね裏紙に殴りかきしてねポイポイ捨てていけばいいんですよ。ノートを取る作るる作貯めるそんんななことは全く無駄なんですねで同じ受講者であってもねこのようなレックの入門講座とインプット受講者じゃなくてですね大学の法学部の講義の受講者とかね これはまた違ってきますねで講義、まあ、あるいは講師、まあ、教授助教そういったものにもよりますけれどもねあの准教授そういったものにもよりますけれどもそうですねまあみんながこぞって行きたがる東大なんかを例にするならばね東大の法学部の講義っていうのはですね非常に精緻に緻密にきちんと展開しますね。 だから、えー、東大の法学部の講義を受けている人のですね、えー、講義の受講の仕方というのは言ってみれば一種の即帰ですね即帰。で即帰しながらまあいろいろない人は、えー、大項目中国項目的なことも頭の中に同時に整理されながら即帰してるもんですから出来上がったものがですね直ちにいわゆるサボンドルになっちゃうそういう人もいればねもう本当に即帰だと。 うちに帰ったならばそれを整理し直すのがその受講をしている講座の最初の復習だとかねそういうことがあったりする。じゃあレックの入門講座等のインプット受講生がそんようなことをする意味はありますかということなんですね。No、ないですよだって受験をする人のためのテキストとしてしかもゼロの人がインプットするためのテキスト。 たためのテキストためののテテキキスストト多くの人が学徒法学徒がに一般的に読んでもらいたい基本書とかねそういうものではなくて小試験を受験することを目指している人のゼロの人のためのためのテキストとして作ってるわけでありますからねそれをさらに整理し直してなんてそんなものはですね まあ下手にいじくりって変なノートができるだけのことなんですね。はい。でこのようなレックの入門講座とインプット受講者と異なるのをこのスライドでは非受講者というふうに呼ぶことにしています。今例に話しましたような大学の講座を聞いている人もレックの入門講座とインプット受講してなければ非受講者です。非受講者は 大学の講義の即帰整理とか基本書のサブノートは意味があるだろうということなんですね。まあちなみに大学の講義の即帰はこれはあの音波で消えちゃうからね。で中には録音を嫌う先生もいらっしゃるから。だからまあ講義の即帰は即やらざるを得ないでしょうね。即帰の意味のある講義ならばですよ。 で基本書のサブノートなんだけれどもまあそうですね書店にはあの7回読み法とかさそういう本もあったりしますね。で基本書のサブノートというものはですねそれこそ1回目2回目3回目ざっと読んでるあたりで作ってみてもですねまあ大体無意味なものができるだけだね。ただずらずら写経のように写したノートができちゃったりとかね。もうメリハリも何もついてない。 まだ1回目2回目3回目読み程度なので体系的な頭もできてない。なんかしんないけどなんと話にですね予備校本の講だての仕方を真似してね作ってみただけみたいなものが出来上がるだけだね。だからまあ非受講者の方でね大学講義の即帰整理をしなきゃいけないようなしたい人その人は意味があると思う。だけども基本書のサブノートというものはですね 少なくとも一回通読、まあ二回目やや速読、三回目ようやく理解できないところ分かってきたので理解しようと熟読とかさ、そういったものを繰り返して四回目あたりぐらいからでないと作る意味はないだろう。そう思いますね。はい。次にノートを作るっていうことの無駄について強調したいと思うんですね。で直前の項目のところで言ったことをまとめて言えば。 受講者はサブノートを作るなどというのは無駄です。時間の浪費です。絶対やめるべきです。で受講者はテキストを整然と汚すのがコツであります。ために作られた入門講座のテキストをさらに再整理してみたって無意味。ために作られたものを 自分にに適すすするように汚すことなんですね例えば講義を聞いていたならば「アドバンスのここは無視していいですよ」と言われたらば鉛筆でバッテンつけちゃうとかさ、ね、あるいはテキストとか講義とかあるいはサブテキスト的なまあ私の講座で言えばですね「リビュー」というオリジナルテキストとか。 そういういもので14度がランク付けとしてされていたならばその14度を第何節の頭のところに書き込んでおくとかですねあるいは自分が最初に講義を聞いたところであれなんと思ったところをシャープペンシルで強くなく薄ーく丸で囲っちゃってクエスチョンつけておくとかさそのようにですねテキストを自分に適するようにテキストと相対峙したところを テキストの筆者レック講義している講師それとちょっと違反感があるところそこをパッと分かるように整然と汚すこれがコツなんですね。でもやっぱり勉強というとノート作んないと不安でしょうがないっていう心理状態はまあ分かるつもりです。ならばってことではい受講者が いいですね、この受講者という3文字の意味は直前のスライドで話した意味ですよ。受講者が作る意味などのの上途はですね、まあ、弱点ノートですね。それから担当問題、正語、成果表ですね。これはノートと言えないかもしれない。エクセルを使えばいいかもしれない。および論文問題構成の主入れメモですね。論文の問題に対してこんなことをこんな順番でこの程度あんなふうに書こうとか。 ここはよく考えておかないとわかんないから、ちょっと書く中身も少しキーワードでメモったとか、そういうのが論文問題に対する構成メモになるはずなんですよ。そのメモに答案が返ってきたとか、あるいは解説を聞いたレジュメを読んだ、その後に修理していけばいいわけですよ。でですね。で、弱点は日々変わっていきます。変わんなきゃおかしいです。 答案問題の正誤成果成果も変わっていきます。変わんなきゃおかしいです。論文問題の構成メモにおいて、収入れすべき事柄も真面目に真剣に答練を受けて復習していれば変わっていかなきゃ。おかしいです。だから、このように受講者が作る意味のあるノートはですね。弱点ノートであり、担当問題、正誤成果表であり、論文問題、構成首位でメモであって。 それは日々日々更新されるべきものだということなんですね。はい直前のスライドでお話しした非受講者の方にも全く同じことが言えるわけで非受講者の方はサブノートを作ってて満足してじゃあダメですプラス弱点ノートや担当問題正語成果表や論文問題構成手入れメモを持ってかないと作ってかないとダメです。 合格力は伸びませんサブノートを作るってことは非常にエネルギッシュなことなんで作って満足するというタイプの人が案外多くてね、まあ、あるいは作ってホッとするという段階を持ってしまうという人が案外多くてねまあ作ることは基本書をだらだら何度も読んでもよりは次はノートを見ればいいんだって意味があるかもしれないけれども。 まあ本当にサブノートとして意味があるものは基本書を読んだ上でまあそういった方はおそらく「半裂百選」とか「平成何年の重要反例集」も読集なんでしょうねそういったものを読んだ上で合わせた情報を自分で整理するとかねそのようなサブノートが本当に意味があるわけですよ。でまあそれでもかなりエネルギッシュな作業なわけでそれでもうノート作って安心しちゃうんですねだめ合格力は全然それでは伸びてない。 まあそれこそまあ基本書なり予備校のテキスト予備校本市販の本ですねレックで言えば C ブックとかそういったものをですね1回目はざっと様子をつかむため2回目はそれなりに読み流して筆者の言いたいことの雰囲気をつかむ3回目はよく読んでで理解しようと努めるとかですねそういうふうにやってる人そういう人はサブノートなんかも作んないと思います。 いずれにしても受講者も非受講者もこの弱点ノート担当問題の正語・正解表正解表論文問題の構成手入れメモそういったものをですねえ作っていかないと合格力というものは伸びませんね。さあ誰にとっても有意義なのが弱点ノートなんですね。 で弱点を克服すれば受かるんでしょいやそれは単純なことなんですよ。基本書何回読めばかかりますかとかねそれは質問自体が素人なんですね。数こうたくさん弱点があるという時にその弱点をゼロにすすれば受かるわけですよもちろん全ての弱点をゼロにしようとするのはこれはこれで受験のプロじゃないんですよ。 出るところで弱いところをゼロにすれば絶対受かんのよ。はい。で、受講者は出るところは講義を素直に聞いてれば自然に入ってくるわけ。で、基本書で読書とか大学の講義だけで行くとかですね。そうなると出るところと教授が深く強い興味を持ってるところは必ずしもいいことじゃないから。 それはそれでちょっとまた別の情報にアクセスしなきゃいけなくなるんだけどね。いずれにしても、出るところで弱いところをゼロにすれば浮かんですよ。ね。で、弱点ノートはですね、どんな体裁でどんな係線引いても、それは皆さんの工夫だと思います。やはり数個の日付欄を設けるべきです。弱点は日々変化しなきゃいけないし、変化するはずだから。それから弱点メモの欄は必ず設けるべきですね。 何が弱点だろうと考えてメモろうとするところで要約しようと頭が働きますからそれ自体が一つの学習効果を生むんですね。だから弱点メモ欄これは必ず設けるべきです。何ページから何ページが弱点だとかねそんなんじゃ意味ないですね。しかし次3行目弱点メモをしたくなった動機となっている資料があるはずで基本書とか まあセブンサミットテキストとかトーレンレジメとかですねそういった動機となった資料の略称とページの欄は必ず設けておくべきなんですね私なんかどちらかというと理屈っぽいだけに反面理由のない事柄はなかなか覚えにくい人間でねまあ対人関係でたくさん失礼してると思ってんだけども人の名前ってのは一番弱点なんですよそういった人間にとってはですね やはりなんでそういうことについて不安になったのかとかいうなんでのきっかけですねこれ作っておくとダメですよだからメモりたくなった資料それは何月何日に会った人とかさ私の弱点で言えばですよそういうのがあるわけじゃないですかだからメモりたくなった動機となった資料の略称とページの欄絶対設けとくべきなんですね それと克服したのか、まだ残留してんのかをチェックできる欄ですね。これも必ず儲けるべきだろうと、そういう風に思いますね。はい、最後の2行は私が映像を映ってるのが邪魔なんでね。一旦私消えますけどもね。はい、インプット中なのか、アウトプット中なのかによってですね。弱点項目の質が変わっていくのがね。合格力が伸びてっている証であります。 アウトトプット中心の学習になってるはずなのに何か内容については新しいことがどん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 弱点として加わっていくとかねこれはね情報の幅を広げすすす。ぎてているがゆえにですね、合格かから実は遠ざかっていますその反面内容しかメモらずにあの1時間の過ごし方のどういうところを変えなきゃいけないかとかね そういった超実践的な弱点ってものが全然メモ欄に増えていかない。はいこの両方の弱点特徴を持った弱点のトはですね合格力が伸びていないってことになります。質が変わっていく内容面から時間の過ごし方とか直前のに見る資料の選別とかですねなんかそういった その実践的な時間の使い方によって一点でも伸びていくようなしかしその点についてまだ自分は慣れてないという項目が弱点の項目になっていく内容から技術面へ内容から実践力へっていうふうに弱点項目が変質していくのが合格慎長の証ですよというお話でありますね。はい 続きまして、えー、インプットト中のノーということですねこれは次の項目がアウトプット中のノートという,と、ねはいまあ、という予定なんでそれと対応しておりますけども、はい、ある意味今までと若干重なるところはあるよと思ってください。はい、まず受講者はってことですがねここでの受講者というのはかなり前一番最初の塊のことをお話しした「 レックの入門講座等インプット受講者ですよで受講者はもうテキストを徹底的に汚すことねこれに集中すればいいっていことですインプット中はでラインマーカーの重ね塗りとかですね書き込みとかですねそういうものでありますねで受講者はこの時期の弱点なのとはもちろん内容中心になりますだから弱点をメモりたくなった動機資料ってものはですね例えば手何 P ほんにゃら何とかねそうなりますよカタカナ手ですね適当の手ですよ。というものなんかになっていくはずでありますね。で入門講座とインプット講座の受講者なのに同期となった資料がですねー足部何 P とかですね江頭何 P とかですねそうなってるっていうのはちょっと待ってくださいと。せっかく入門講座受講してるのになんで難解な基本書を 読むんですかとそんな読んでる時間があったら弱点を早く潰してくださいよということになるんでまあ受講者のこの時期の弱点ノートというのはほとんどがテキスト講義から感じた自分と相性の悪い情報メモになっていくはずであります次に非受講者なんですけれどもこれはサブノート作りをするときにそもそも弱点があるとですね弱点があると整理できないはずなんですね で弱点を克服するまでいつまでたってもノート作りが完成しないこれまたよくあることでありましてねしかしということです、はい、その弱点があるので整理できない段階でですねいつまでもまあ滞留してはダメなんであってそれこそ弱点ノートに書き込んでおいてですねその項目はサブノートの方サブノートの方ですね こちらの方は、はい、ノートは表裏白紙で進む。この、まあ、勇気と度胸と容量といい加減さ。とでも言いましょうかね。それが大事なんですよ。まあ、サブノートを作りたくなる人の性格っていうのは、どちらかというと、ですね、えー。緻密で、そして、細かいこともよくこなしてですね、えー。っていうタイプの人が多いわけで。 そうするとですねここに書いてあるような弱点があった結果整理できないんだけれどもそこが整理されたサブノートが完成するまでいつまでもそこにとどまっているという現象が生ずるんですね。でノート表裏白紙で進むなんてものは紙がもったいないとかさまあ100円なら100円のノートのですね表裏1ページ分は何銭なんですかということでね そんなことちまちましてるようではですね、受験のための効率の良い学習はできないんで、まあぜひね思い当たる節ある人は今のことを参考にしてみてください。続きましてアウトプット中のノートということでありますね。はい、まず担当問題正誤正解表はですね、金星水頭棒のような意識でつけていくのが大事です。 だから日々日々やった問題についてですねノート1行分でいいからメモってはですねあの正解したとか正解しないとかねでまあ例えば「し」例えば「し」23-5とかさこれ司法試験過去問の平成23年の第5問とかねそういう意味ですよあるいは「よ」26-3とかですね大体わかるよね 予備試験の担当問題のですね平成26年の第4問とかさそういう意味ですねでそういったものについてまあとにかく正解したのか誤ったのかそれもね丸抜じゃ甘いと思うんですよ正解ってことはねやはりまあそこで金銭水筒帳になぞらえるならば借金が生まれるからその借金をぜひとも返していってゼロに帳尻合わせなきゃいけないんだよね 弱点をゼロしななきゃいけないけんだねそのためにはですねその生後マークをつける時もね確信持って当たったものには二重丸とかさねで正解はしたけども確信持てなかったものにはですねこれはもう最初から三角にしとくとかねそれから自信を持って駄目だったってやつあるじゃないですか。あ <laughs> りますね。あるいはマーークシートって こういうことあるんだねと全然わかんないで適当につけたら当たってたとかさそういうのもあるわけじゃないですかつまり自信を持って正解したもの以外は借金なんだから自信を持って正解したものに丸をつければですね正解したけれども自信を持てなかったっていうものには三角とかねで正解したけれどもまあ言ってみればまぐれあたりそれから見事に間違えたこれはもう罰とかねそういうふうに 誤りマークをつけていきそれがはいポイントはこのゼロになるようにってゼロなんですねゼロになるように借金を月々返済していくんですよはい十数分前にも言ったことをもう一度言います出るとこで弱いとことゼロにすれば絶対浮かるんだからということですねはい続きまして論文問題の構成収入メモってものなんですけども これも答案を書くたびに復習でで作成していくわけでありますその時にまあ予備校私ども含めてレジュメに答案個性という表題の1ページがあったりするじゃないですかこれは誰誰にににもも必要なことを誰にも分かるるよように整理されてるよねそういうものを作ろうと考えるのは全く無駄ですよ個性があるわけだからそして答案練習をするってことはもう入門レベルは終わってんだからさ したがって自分と相性のいい情報もあればあるいはこの手のタイプの事例問題はどうも自分が苦手だとかねいろんなものを個性が反映してるはずなんですよ。しかも論文問題を解くときに自分は誠心誠意真摯に一生懸命時間との戦いながらメモを残してるはずでまさかメモではなくレジュメのト答案構成と同じようなものを答連の最中に書いてる人はまずいないと。 信じてますがだからそのメモに手を加えていけばいいわけです誰にも必要なことを誰にもわかるように整理するのは全く問題ありまして自分にとって必要なことを自分だけにわかるようにメモとして残しておくこれが重要なんですねで次に弱点のこの弱点項目これはすでにもう弱点ノートを誰にとっても有意義な弱点ノートそこでも話したことの重複になりますけれども 弱点項目の内容的な項目がだんだん実践的項目これに変化していけば合格は近いとそういうイメージを持ちながら弱点ノートを日々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 書き足していきまた更新していきということをするようにするのがアウトプット中のノートのコツですよということになります。まあ実際にこんなノートあんなノートっていう形でですねひな型を示したりすればですねこれはもう 事として枚挙にいとがないわけその辺はもう皆さんの個性だと思うし好みだと思うしエクセルに使えない慣れてるかどうかとかですねあるいはこう表の作り方に慣れてるかどうかとかさ、まあ、あるいは一つ一つの事柄について神経質で気になる性質だかそれともそれなりに大雑把な感覚でわしづかめにする方のタイプなのかとか。 いろんなことによよっって、ね、違って違きますよでノートじゃなくってですねエクセル表それをプリントアウトしたものの方が使いやすいとかさもういろいろ違うわけだからこんなノートですよとかあんなノートですよとかねそういったものを例として示すことはかえってやめておきましたが、まあ、その分話が若干抽象的に流れたかもしれないんだけれども以上のことを大いに参考にしてですね 自分の今の段階ではこういったノートがいいんだなということでようようよくずるくですね時間の浪費をせずノートを作るなりメモや一覧表を作るなり自分のアイテム作りに励んでくださいはい。どうもご視聴ありがとうございました。終わります。